FM ギノワンをお聞きのリスナーの皆様、えー、こんばんは、えー。クリスマスの夜、えー、いかがお過ごしでしょうか飛行機アイランド、えー、第13便、えー、今夜もギノワンヒルズ通り沿いの FM ギノワンのスタジオから約1時間のフライト。皆様、最後までお付き合いお願いします。<music> えー、この放送はですね、今お聞きのラジオ、79. 7 9 7ヘルツのほかパソコンやスマホからツイキャスや USTREAM でも聞くことができます。また、FM ギノワンでは、えー ギャラリー見学もできますので、えー、お近くの方はぜひ遊びに来てください。で、えー、番組の進行なんですけど、えー、いつもはですねアシスタントのすずちゃんと、えー、ミキサーの翔也君二人がいるんですけど、まあ今日はクリスマスということでちょっとまあお休みしてもらって、えー、まあ今日は私ミキ猫好きの犬が、えー、一人であのー、ちょっとやってますね。でえー まあ本当もう今日は音楽中心でちょっとダラダラといこうかなという感じです、えー、なのでまあテーマとかも特にないのでまあフリーでえーまあメッセージとかあとツイキャスのコメントとかもですね、送ってきてもらえるとえ嬉しいですねはいえー、っとでメールの宛先なんですけど island.fmgiroman.com Is N.D. 島のアイランドですね。アットマーク F.M. ギドマンドットコムです。飛行機アラウンドは航空ファン、航空関係者が集まるお店、えー、那覇市栄町、えー、航空バーノチフラップの提供でお送りしております。ああ、全くの一人でやるっていうのもなかなかあのー、大変だけど結構面白いですね。てか今日、えー、まあチシートとか全然印刷したいのでパソコンの画面見ながら喋ってるんですけど。 結構これはちょっと難しいかなーという、うん、なんか曲の、うん、<laughs> 結構 FM 技能は他の番組の方とか1、えー、人でやっておられる方とかもいるんですけどいざまあ自分でやってみるとなかなか、うん、大変なのでツイキャスのコメントが早速来てますねアルファイングケインさん、はいえー、登場最終日ありがとうございます あだよまあ今年度最終便ですね。で、ミソニコミスキさん、帰宅しながら聞いてます。では、ツイキャス、あそうですね、帰宅はあの愛知の方ですかね、確か。はい、えー、っと、それでは、どうしようかな。じゃあ、えー、あキューピーさんですね、えー、初めてですかね、えー、ハローって来てますね。でえー、っと、それでは、じゃあちょっと。 まあ、あのー、早いんですけど、えー、飛行機関連の、まあ、ニュースと、えーまあ、過去あった、えー、なんだろう今週なあの何の週、まあ、今日は何の日なんですけど、えー、この1週間特にあのー、面白いことって言ったらあれだけどあの全くなくて、えーまああ申し訳ない今ちょっと全く別の曲が入っちゃって。 しましたのではい申し訳ないですなかなかちょっと iTunes の、あのー、こちらで音楽流すときの,その <laughs> ソフトの操作というのがまだちょっと慣れてなくて全く意図しない曲が今、流れちゃったんですけどツイキャスの方でもさっきの曲ちょっと聞こえてますかね。 えー、ラジオでの方だったら聞こえてたかもわからないんですけど、えー、いつも流れるオープニング曲ですねあれの、えー、最初冒頭1分のところに、えー、あの飛行機のコックピットと管制、えー、塔との,、まあそのやり取りをちょっと冒頭に入れてみたんですけどまあやっぱり本当はあのこれ番組開始前にちょっとやってみたかったことなんですけどなかなかできなくて。 まあずるずると言ってるんでですすけど、えー、そうですね来年あたりはちょっとこの 3,、えー、3ヶ月ですね間で番組でちょっとやりたくてもできなかったこと例えば、えー、番組ステッカーの制作だったりとか、えーまあ、いろんなジングル作ったりとかその辺もちょっと来年からは本腰をれてやっていきたいかなという感じですね。で、えー、ちょっと話がそれたんですけど。えー そう、あの今週、えー、何の週みたいなのが、えー、特になかったので、えー、まずちょっとニュースの方の紹介からですね。えー、っとじゃあまず、えー、今週1週間の航空関係のニュースのアクセスランキングなんですけど、えー、こちらフライチームさんから、えー、まず1位になんか激レアバイトに羽田空港での飛行機バイトが登場日給3万円というのがありますね。 結構日給よりもこういうバイトができるというのがちょっと面白そうなんですけどで、えー、2番目航空会社リチウム電池で作動する電子機器の預け入れ機内持ち込み禁止にこれなんか先週も喋ったかなこれで、えー、3位、えー、これも喋りました牽引中の ANA 貨物機がジェットスター機と接触成田空港、えー、4位 ロシアの、えー、ツポレフ95が日本列島周回航空自衛隊の戦闘機が対応ですね。まあ、これ、いつものことかな。で、えー、5位、チャイナエアライン、関西・台北線にトリプセブンの、えー、ダッシュ3 0 0 e、ER、る日本線で初めて導入へですね。えー <laughs> すませんえー、6位、YF16 を予期せず初飛行させたテスパイロットがな、えー、くなる。えー、7位、えー エール・フランス747-400、退役前フライトが人気、AF744 便を追加運航へで。これはそうですね、あのえー、昨年ですね、2014年、ANA の,の747が退役したときも、そのラストフライトとか結構人気があったりとか、でえー、そのフライトの様子を見に行ったり、まあ、僕も行ったんですけど、やっぱまあ海外も同じような感じなのかなと。 エ、えールフランス航空は2016年の1月14日木曜に7474-400を使用した退役前の特別フライト AF747 便を運航する予定ですがこの人気が高くみたいな感じで書いてますねで8位エアバスのベルーが XL 製造に着手ーベルーが新しいのができるのかなで9位 岩国飛行場の民間向けに洋服の運航で日米合意 ANA が羽田増便と那覇線就航って、えー、<coughs> 沖縄と、えー、山口県岩国かなあっちの方にに何か瓶が飛ぶかもしれないみたいなんですねな感じですかねでえー、っとまあ、ランキング以外の、えー、ニュースでちょっと気になったものというかこれはあのー 昨日なんですけど、12月24日、琉球エアコミューターさんが創立30周年を迎えたということで、えーまあ、宮古空港で、宮古空港というか、そうですね、これちょっと琉球新報さんからですね、えー、南西諸島内の航空路線を担う琉球エアコミューターは24日、創立30周年を迎えた。同日、宮古空港では、えー、宮古空港で RAC 便の旅客サービスも担う JTA サザンスカイサービスの職員らが、 日頃の感謝の思いをつった社員直筆のカードやお菓子を利用客に配布し節目を祝ったということですねそうですね30周年とかなんかもうちょっと昔からあ,ったよあるようなイメージもあるんですけどまだ30周年ぐらいなんですね琉球屋コミューターさんしかも24日クリスマスイブの日が創業なかなかうんしゃれてるなという感じですけどでえっとで他の まあクリスマス関係のやっぱニュースが多いんですけど、えー、ピーチ・アイビエーションさんがです、ねえー、飛行機になった子どもたちにピンクのサンタからサプライズプレゼントというのがありますね。まあ、そうですねあのピーチさんあの制服、まあ、ピンク色のとかが多いのであピん、どんな感じだったかな、ピーチさんの制服。ピーチ・アイビエーションさんがピンクのサンタからサプライズプレゼント。 で,す、ね、でそういえばあの ANA さんはなんかあの青い服の、えー、サンタだったみたいなんですけどで、えー、まあツイッター見てて、あのーまあ、多分 ANA さんはあのライバル会社があの,の色を使いたくないということで <laughs> ANA サンタあ青いサンタにしたんじゃないかなみたいなことを書いてる人がいたんですけどでそれで、まあ、まあ企業の理屈で無理やりサンタの色を決める。 っていうのでふと、まあ、ちょっとこれ飛行機の話から外れるんですけどなんかよくあのサンタクロースの赤い服っていうのはあれコカ・コーラさんがまあその宣伝で始めたっていう話をまあ聞いてあの僕もつい最近はそれ信じてたんですけど今日ちょっと調べたらあれ全く、まあ、続説みたいですねなんかえー、コカ・コーラがそのサンタクロースの,そのイベントをやるより前からもうすでに あの赤い服着たサンタクロースというのがあのいたみたいで、あれはあのコカ・コーラの赤がサンタクロースの服の色というのはあれ全くの属っというのを、はい今日知りました。えー、っとで、他のまのニュースで、まあ、もうほとんどどの航空会社さんもあのいろんなクリスマスイベントをやってますよというものばっかりなんですけど、えーっとそう、クリスマスとちょっと関係ないんですけどね、ちょっと <laughs> 面白そうなアプリがあって。 えと飛行機墜落の可能性を計算できるアプリが、えー、今、期間限定で無料らしいんですけど、まあ、最初ちょっと飛行機墜落の可能性というのはちょっとこれ紹介するのどうかなと思ったけどいろいろ実際、自分で使ってみて、えー、これ使うとあのどれだけまあ飛行機はやっぱ安全なんですよというのが逆に分かるような感じのアプリなので。 ちょっとあのダウンロードしてみると面白いかもしれないですね。えー、amIGoingDown というアプリで通常120円のところが今期間限定で、えー、無料ですね。えー、と実際に、ね、あの僕もちょっといくつかこの沖縄県内の航空路線やってみたんですけど、えー、だ大い体い500万分の1あの毎日乗っても本当、えー、1万3000年ぐらいあの飛行機乗らないと事故に遭わないぐらいの確率。 いいいうこととたいですねはい、えー、となんか連続しゃ喋っ,ってたら結構疲れてきたのでちょっと曲の方を、えー、1曲お届けします。まあ、クリスマスの、えー、まあ、今日の夜にあのちょうどいい感じのまあ、静かな感じの,あのジャズ系ですねこちらを、えー、まずお届けします。 はい、えー、ただいまお届けしている曲は、えー、エンドレスフライトですね、えー、ロドニーフランクリンさんの曲ですでは、えー、CM いきます はいえー、お聞きの放送は、えー、FM ギノマンスタジオから生放送でお届けしている、えー、飛行機番組「飛行機アイランド」です。 えー、番組ではメッセージやコメントを募集しています飛行機や空にまつわるお話や思い出飛行機や空のことへの疑問や質問番組テーマのリクエストのほか直接飛行機に関係ないことでも OK ですメールの宛先は、えー、i s l a n d f m g i l m a n c o m、えー、島の、えー、アイランドですね、えー、i s l a n d i s l a n d f m g i l m a n c o m ですさてえー、っと 今日本当なんだろう,もう音楽中心でえまったりいこうかなという感じであの全然話せないこととかほとんど考えてなくてでも考えてないくせの曲も全然あのなんかちょっといいのが集まらなくてうんこれ終了までいけるかなみたいな <laughs> っていう感じではあるんですけどなんかえリスナーさんがちょっとツイキャスの方でコメントいろいろくれてるんですけど えー、ケインさんからですね、えー、RAC の Q400、火、えー、脚混載型も気になるけど、すでに退役された元 JTA の B737400 の中で貨物機に回収して飛んでいる DHL 機も。へえ、そうなんですね。あ、あのーえー、ののあの、JTA、内縄のの翼の日本トランスオーシャコーですね、あそこで、えー、飛んでる、えー、737-400ていう。えー 旅客機があるんですけど、でそれが、えー、今、貨物機として DHL で飛んでるみたいですね、なるほど、なるほど。えー、JTA といえば、えー先週も、先週ちょっとあの話をして、えー、アシスタントの翔也君とかスーちゃんにあの突っ込まれた <laughs> あの、JTA さんの新型の737-800ですね、こちら、えー、来年2月の10日と、えー、11日。 1>, 1日、ちょっとあのー、もう予約を取って、えー、宮古島の方にあに、のー、遊びに行くついでというか、飛行機乗るついでに宮古島に遊びに行くという感じですね。えー、と去年も、あのー、去年ですね、えーうん、去年か、2014年の9月、あの飛行機の離着陸時の電子機器の使用があ、えー 帰さん日帰りじゃないです、今回は、えー、一泊します、ゆっくりちょっと宮古島見学しようかと思いまして、でそう去年、あのー、9月に、えー、飛行機の離着陸時の電子機器の使用を解禁されたときは、えー、もう日帰りで、えー、那覇、石垣、宮古、えー、那覇をちょっとやって、もう空港から出てない <laughs> ということをやったんですけど、えー、とちょっとまた曲が、いろいろ変なのが流れるけど、これ、もそのままいきましょうね。 えーまあ、今回はあのーまあ、せっかくなんでちょっと宮古島もいろいろ見てみようかなという感じですね。はいえー、っとそう今ちょっと BGM で追加数の方とか聞こえるかな、あのー、本当は流す予定じゃなかった BGM がちょっと流れてて、えー、なんだっけこれベストガイだ。 ベストガイという映画の,ビあのテーマソングです、ね、がちょっと流れてるんですけど、ベストガイで思い出したけど、えーまあ、昨日はクリスマスイブで今日クリスマスなんですけど、あのだ毎年この時期になるといろいろ自分の周りで話題になるのがあのサンタ狩りですね。えー、あとそのサンタ、サンタが、えー、あ、そうだ。あのー やっぱりあのサンタ、トナカイ乗って、えーまあ、トナカイソリ引かせて、まあ、空飛んでるんですけど、空を飛ぶということで、例えば、あのー、米軍の、えー、ノーラッドっというあの防空宇宙軍、あれがあのサンタの追跡っていうのをやってるんですね。あれ何年前からだったかな結構数十年前ぐらいからあの、サンタクロースが今どこにいるかっていうのを、えーまあ、米国とカナダの,その、えー、防空宇宙軍、 あれがあのサンタの追跡というのをやってまして、でなんか日本も、日本上空にも飛んでるみたいなんですけどね、なかなか面白くて、でそれで、えー、前々回あの、ゲストに来てもらった元航空自衛隊の戦闘機パイロットさんも、あのちょっとジョークであのサンタ狩りっていうのをいろいろ提案してたんですけどね、えー、那覇基地からも、えー、航空自衛隊さんが出撃してサンタを迎撃しに行ったけど、まあ、 まあ向こうはやっぱ早いですね。だって一日で世界中にプレゼント配り終えないといけないのから、うん、人類の、あのー、今の技術力ではとても太刀打ちできないみたいな、まあ、ちょっと話のオちが <laughs> <えー笑>全然、うん、どういうオちをつけようかっていうのがすごい、あのー、滑ってしまったんですけどちょっとではまた次の曲をいきましょうね、えー。今度は多分皆さん、えー、ご存知の、あのー です、ねえー、ではお聞きください。 はいえー、先ほどお届けした曲は「レッド・イット・スノー」ですね。えー、ダイ・ハード2で、えー、使われてたあの使われてた曲を、まあ、歌ってる方の、まあ、そのままのやつですねあの。結構いろんなアーティストさんが歌ってるんですけど、はい、先ほど流したやつはダイ・ハード2のやつですね。さっきツイキャスのコメントで、えー、あその前にあのー まあサンタさんを迎撃するのに、那覇基地からイーグルが出撃という話をしたんですけど、そこでツイキャスコメントで、あけみさんから、えー、那覇基地から出撃という割には映像が100里の埋め込みだと言ってで、そう、あのー、ツイッターでそういう映像がなかったんですよ。あの、那覇基地からイーグルが出撃みたいな。だけど、あのー、実際、それで那覇基地じゃなくて、100里みたいな <laughs> 感じだったんですけどね。で、えー、と、カエルさんから、えー、サンタといえば、パラダイス山本さん、はいそう。これちょっと、あのー ちょっと話触れようかなと思って今ちょうど書き込みがあったので思い出したんですけどえとこの時期あのパラダイス山本さんがどういう人かっていうのは今ちょっとすぐパッと出てこないんですけどえとあのグリーンランドの公認のサンタさんみたいな感じでいろいろ飛行機の旅行とかもなんかあのそういった本とかも書かれてる方なんですけどでこの方がなんか言われたのが、えー フィンランド公認サンタっていうのがなんかいるみたいなんですかね。で、えー、例えば日本にもあのちょこちょこ来て、えー、いろいろなとこに出てるみたいなんだけどあの、これフィンランド政府の方も言ってたみたいんですけど、フィンランド公認サンタっていうのはなんかこれいない,らしい,ないというか、詐、え、称、ー、らしいんですねあの。フィンランド政府が公認しているサンタクロースっていうのはいませんよっていう。えー、とそのなんか新聞とかで紹介されてたのが、あの ラップランド州政府公認サンタとかっていう言ってるらしいんですけどなんかそんな州も,もないみたいななので、えー、そのフィンランド公認の,あのサンタっていうのがいたら、まあ、その辺は詐称ですから気をつけてねみたいな感じですね、えー、とちょっと飛行機の話題かそれですけど、えー、アルファウィングケインさんからツイキャスコメントで、えー、宮古島の特産品宮古そば丸吉食堂早期そば青森なら、えー、菊のつゆとタラガワを うつものにつけ頬なるほどですね、えー、これちょっとあのメモして、えー、はい実際あの都行くときにちょっとあのいろいろ回ってみましょうね、はい、ミッチーさんそうですあの本日はあの一人でやっておりますねちょっと曲がそろそろ <laughs> 何で、はいえー、か曲のリピート設定ができないので手動でやっております、えー、となんかちょっとメールが来てるみたいなんでちょっと確認してみますねえっ、ー、とはいえっ、ー、と三毛猫好きさんこんばんは、えー、名古屋からミソニ煮込みキーです、えー、先週1泊2日の弾丸ンン沖縄旅行でした航空会社は JTA でした行、えー、行ききのの飛行機は私の大好きな、えー これはそうなんて読めないかなあの昔の南西航空時代の塗装があるんですけど、これをアルファベットで SWAL って書かれたとき、何て読めばいいのかなっていうのがあるんですけど、ね、南西航空時代の塗装ですね。でセ,ントレにはえー、セントレアには自分の乗る、えーそのまあ、南西航空塗装と奥には桜人名が。沖縄行く前から沖縄気分になれましたよ。やっぱり飛行機は楽しいですね。ということですね。そそそそう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 あえー、っと 南西航空さんでちょっと思い出したんですけどそう、リスナープレゼントのことをすっかり今忘れてたんですけどね、えー、一度あのこの番組であのゲストとして、えー、出ていただいた、えー、トライエアさんから JTA さんのカレンダーですね、こちら、あのリスナープレゼントとしてあの、はい、今ご用意してますので。でえー FM 着の輪に取りに来れる方じゃなくても、えー、大丈夫ですので、あのー、住所、まあ、宛先住所です、ねえー、を書いて、FM 着の輪までにメールを送っていただけたら、えーとまあ、応募者が複数いる場合は抽選ということになりますね。でえー、あとですね、あのーまあ、トライエアさん提供の JTA さんのカレンダー以外に、えー この番組スポンサーのノッチフラップさんから、えー、と南西航空の、えー、南西航空塗装のペーパークラフトですね。こちらを、ノッチフラップさんからリスナープレゼントして、えー、提供あります。あと、えー、出そう出そうと思ってて、あのすっかり忘れてた、えー、ピーチアイビエーションさんの、えー、ちょっと待ってくださいね。 これ何だろうえっ、ー、とな。なんて読むんだろうね、これ。<laughs> わかりますピーチ・アビエーションさん、あ、ルネかなうん。の、えー、スマホケースと、えー、あと、あれなんだ。まあ、ペンケースだったかなスマホケース、ペンケース、あとは、これはハンカチかなこちらもあのリスナープレゼントして、えー、用意しておりますので、 あの欲しい方、あのー、F のの・ウ、え、ミ、ー・ギノワンのこの番組メールまでメールを送っていただけたらなと思います、えー、それではちょっとあのまた一曲曲の方行きましょうね「ナイト・フライト」です えー、先ほどお届けした曲は「えー、ナイトフライト」でしたね、えー。ツイキャスコメントがちょっとこう来てますね。先ほどの、あのー、ピーチさんの、えー、ルネの、まあ、リスナープレゼントして用意してたやつですね。えー、そう先日の那覇の航空祭の日にもこのルネとそのピーチ機飛来してたみたいですね。僕ちょっと見てないんですけど。はいでえー、フランチェスカ・ルッキーニさん、こんばんはクリスマスは苦しみます。はいえー、今日 アシスタント2人を、あのーまあ、今日休んで大丈夫だよ、1人でまったりやるよということでやったけど、意外とちょっと苦しんでますね。で、えー、マシャさんから、えー、よかったらうちの番組で出ること、リスナーさん伝えてくださいねーっ。はい、えー、とですねあの FM 技能ンで毎週金曜日の夜10時から、ですねこの場飛行機アラインドの後から、えー、ある番組、DJ マシャワールドというのがあるんですけど、 えー、そちらの方にあの今日、えー、ちょっとあのお邪魔させていろいろ喋らさせてもらおうかなと番組紹介だったり、まあ、私が所属してる会社の紹介だったりとかいろいろやってみようかなという感じですね、まあ、それ以外もなんかフリーで、あのーまあ、今多分マシャさんがあの聞いておられると思うんですけど、えー、何でも、あのー、いいので、まあ、僕はあのー、ナイチャーなのでその辺とかの、あのー、質問とかでも全然問題ないですので。はい お願いしみす、えー、ミソニコミスキーさんから、えー、JTA は空港着いたとき、近いところに着くから好き。あそうん、これは、えー、近いとこ那覇空港のことじゃなくて、セントレアのことですかね、近いところに着いたから好きっていうのは、まあ、結構、そうですね、近いところにいるかなっていう感じですかね、ちょっと曲が、えーと。 ちょっと BGM、あっ、えー、みそ煮込みさんから那覇空港ですって、えー、来てますね。そうですね、確かに近いところに着くから、結構いい感じでしたね。ちょっと今、BGM の方変えてみました。これ、一人だと、BGM のリピート設定ができないから、なかなか、えー、大変というか。はい。えー、っと、そうですね、なんかちょっと話すネタが <laughs> あ,のあるような、ないような、えー、感じなんですけど。 えー、なんだっけあそう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 ,そうえっとさっきのリスナープレゼントの方なんですけど、えー、先ほどもあの話しましたようにあの FM 技能に取りに来れる方というあの方でなくても大丈夫ですので、えー、プレゼント欲しいよという人はあのー、まあ、宛先住所宛先を書いて、えー 番組宛て、もしくは FM 議の宛てにメールを送ってもらえれば、あのまあ、抽選で、えー、当選した方あの、送らさせてもらいますので、えー、今日ご用意しているのがあの、トライエアさんから提供の、えー、JTA のカレンダーですね。えー、で、えーと、どこだっけ、ノッチフラップさんですね、か提供の、えー、と南西航空塗装の JT a 機の、えー、ペーパークラフトあとは PHIBA、えー、ショーさんのイベントでもらった、あのー、ルネの iPhone ケースとかペンケースなどありますので、はいえー、皆さん欲しい方はぜひあのメールの方を送ってきてくださいだ、ね、ルッキンさんあのアパチ乗って、まあ、アパチってあのどのアパチかがあのわからないですけどあの某 f 1号のアパチのことかなみたいな <そ>う <laughs> はい、ぜひあの取りに来ていただいてもあの郵送でもぜひ大丈夫ですので、えーまあ、今、アパッチで思い出したんですけどそういえば、あのー、先週いつだったかなニュースにあったんですけど、えー、AH64D アパッチっていうあの戦闘ヘリがあってであの陸上自衛隊もそれを持ってるんですけどこれ。 あのー、陸上自衛隊がこれ、あのー、買うとで、日本国内のメーカーが、まあ、それ作るんですけど、あのーまあ、それで、えー、メーカーといろいろやり取りしてて、でメーカーののうは、防衛省さんの方から、あのー、注文もらって、でその製造するための工場も作って、じゃいざ作るよってなって、まあ、10機くらい作ったところで、なんか急にいらなくなったということになる、調達打ち切りみたいになって、えーまあ、大赤字。 ということになって、で防衛省さんが、あのまあ藤重工さんは防衛省にちょっとその分あのお金ちょっと補填損失分、最初約数違うから払ってくれっていうことになったけど防衛省はいやそれ払えないよみたいな感じでいろいろ裁判になってたんですけど、まあ、決着して防衛省が払うことになったみたいっていうのが最近ありましたね。なかなかあのよく巷では防衛産業まあ、軍需産業とかなんか市の承認みたいな。 儲けてるイメージがあるけど実際はまあこんなもんですということですね。えっ、ー、とじゃあまたまたちょっと曲の方行ってみましょうかね。次が「f、えー、ファーストフライトホームという曲ですね。お聴きください。 えー、先ほどお届けした曲は、えー、ファーストフライトホームです。えー、今お聞きの放送は、えー、FM ギノワン 79.7MHz、技能版、秘伝、えーえー、通り沿いの FM ノワンスタジオから生放送でお届けしています。えー、それではちょっと CM の方いきます。 えー、ギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンスタジオから、えー、生放送でお届けしている、えー、飛行機番組、えー「飛行機アイランド」えー、本日は、えーまあ、クリスマス進行ということでちょっと、あのー、まったり音楽中心で、えー、進めていますさて、えー、と本当まあきちんと準備しとけよという感じなんですけど、まああのー、曲とかも本当はもうちょっといろいろ流そうかなという感じだったんですけどね、えーまあ 曲もネタもちょっと準備したかったけど、まあなんとかいけたなと、まあこれもリスナーさんがあのメールとか、あとコメントとかいろいろ来てくれた、あのー、してくれたので、まあ、話のネタがえなんとかつながったかなという感じですね。えー、っと、そうですね。で、ちょっと曲の方を変えましょうね。 えー、ちょっと、えー、曲をエンディングの方に、えーまあ、変えたんですけど、えーっとはいえー、皆さんあのクリスマスの夜、えー、いかがを本当お少しでしょうかこれ、まあ、冒頭でも言ったんですけどね、えーまあ、ご自宅とかで、えー、ラジオとかツイキャスとかで、えー、まったり聞かれてるんじゃないかなということで、まあ、曲音楽中心でやっていたんですけど、えーそうですね、音楽の他にあの先ほど お伝えしたんですけど、えー、リスナープレゼント、クリスマスプレゼントをいくつかちょっと用意してまして、えー、この番組、えー、以前出てもらった、だいた、瀬、え、長、ー、島の海かじテラスにあります、フライトシミュレーターの体験施設、トライエアさんですね。こちらから、えー、JTA さんのカレンダーを、えー、一つ、えー、プレゼントで。 提供してていいただいていますあと、ノッチフラップさんからですね、那覇市境町の境町ロータリービルにある航空バノッチフラップさん、こちらから南西航空塗装の飛行機のペーパークラフト、あとまあその他いろいろなステッカー類などプレゼントして提供していただいています。で次にですねこちらあの まあ、ずいぶん前なんですけど、えー、那覇空港であった空の日イベントの時に、ピーチ・アイ・ベーションさんが、あのーまあ、からいただいたんですけど、えー、ルネの、えー、iPhone ケース、あとペンケース、ハンカチですね。こちらも、えー、リスナープレゼントとして、あのーまあ、今回、えー、提供させていただきますので、えー、欲しいという方は、あのー、メールで、えー プレゼントの宛先とかですね、あと番組の感想などもあの書いて、えー、FM 議論案宛てに、ま、たもしくは番組宛に送っていただけたら、えーもあのー、本土の方とか方でも、えー、お送りしますので、えー、ぜひメールの方お待ちしております。はいえー、それはケインさんから、はい、あっという間にエンディングの時間が迫ってきましたということで、えー、残り何分だあ,あと2分ちょっとぐらいですね。本当 まあなんとかなるもんだなぁと。で、えー、この後ですね、F 麦のワン、えー、10時から、毎週金曜日の10時から、えー、DJ マシャワールドあのー、があります。引き続き、えー、なラジオ、79. 7 9 7ヘルツまた、えー、ツイキャスで F 麦のワンの方、お願いします。私どもは、あのー、今日はですね、えー、この DJ マシャワールドさんの方、えー、ゲストとしてちょっと出て、まあ何かいろいろ喋ると思いますので、はい、えー、皆さん、ぜひよろしくお願いします。それでは、ちょっと早いですけど、えー 今日は、えー、この辺りで、ねあのまあ、終了ということで、えー、皆さん良いお年をあと、まあ、クリスマまず今日のクリスマスですね、えーまあ、ご家族とか、えー、ご友人、えーまあ、仲のいいあの方とかと、まあえーまあ、過ごしていただいてでまた良いお年を、えー、迎えてください来年はですね1月8日に、まあ、ちょっとあの軽くやって、えー、15日からあの本格的にまた 再開しようかなというふうに考えていますそれでは、えー、皆さんどうもお疲れ様でした